えー、皆さん、こんにちは、えー。レク東京リーガルマインド専任講師、弁護士の竹山茂樹です本日は民法学習のポイント1ということで、要件と効果から考える、このお話をさせていただきたいと思います。で、ここに詐欺という条文をいきなり出しました、まあ、法律なんで物騒な話出てきます、騙されて物を買わされた、えー、こういったことを考えてください。で 今、民法の改正が話題になってますが、本講義は改正民法で行っておりますので、ご了承ください。さて、民法96条にこういう条文があります。詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができる。でそもそも要件と効果なのかって何なのかというと、要件というのは法律の何か効果が発生する条件だと思ってください。詐欺による意思表示であること。 意思表表示の代表ってのの代とは契約の申し込みとか承諾ですもっと言うと最初のは契約と置き換えて理解してもまあそれ,それなりに正しい理解ができますだからだ騙されて契約をしたことこれが要件だと思っていただいても構いませんで効果何ができるかっていうのは取り消すことができるつまり騙されて契約をするとこれが要件契約を取り消すことができるこれが効果です でもこれだけだと非常に抽象的ですよね。で、ここで考えてください。騙されて物を買わされた人は何を考えるか。当然、騙されて物を渡した人は、要するにね、騙されて物を売って渡しちゃった人は、その物を返してくれと言いたいですよね。あるいは、騙されて変な物を買わされてお金を払っちゃった人は、いいからお金を返してください。こう言いたいはずです。これが、クライアントの生の声です。で 民法みたいな法律ではこのクライアントの名前の声が非常に重要になってきます弁護士としてはあこのお客さんは何を欲しているのかこれを考えていく必要がありますでクライアントの名前の声っていうのは逆に言うと効果を求めていることになりますじゃあこの効果に対応する要件があるかというのを考えていく必要があるでこのクライアントの名前の声を対応するには先ほどの条文だけでは足りませんなぜかというと先ほど戻りますと あくまで契約を取り消すことができると書いてるだけで返せと請求できる一言も書いてないなので条文が足りないので別の条文を見ましょう民法121条「取り消された行為は初めから無効であったものと見なす」こういう条文がありますさらに121条の2「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は相手方を現状に服させる義務を負う」こういう条文があります 実は96条1項に加えてこの2つの条文を加えていくと組み合わせていくと物を返せお金を返すということが言えますこのように民法では条文を組み合わせて使っていくことが重要ですあの隣同士の条文を使うとは限りません飛びますいろんなところに飛んだ条文を使っていく必要があるのでここが民法の難しいところなんですねじゃあ具体例で考えてみましょう例 A さん B さんに騙されてエンジンが壊れている中古自動車おそらく5万円ぐらいの価値しかないでしょうを150万円で買いました騙されました A さん何ができるでしょうか A さんの生の声はどうですまあ、A さんお金返せっていうかまともな中古自動車に変えてくれっていうかどっちかでしょうねじゃあお金返せという方で行きましょうえ丈夫に即して考えるとこうです A は B に騙されて売買契約を締結したので A は当該売買契約を取り消すことができるこれが96条1項でした要件効果ねじゃあ取り消すとどうなるかというと取り消された売買契約は初めから無効となるこれが民法121条です戻って確認しましょうか民法121条取り消された行為まあ契約も行為ですまあ初めから無効であったものと見なす最初からないんですだから 取りり消すすとと最初かから売買契約が存在しななったことになりますじゃあ次ね B は無効な契約に基づいて150万円を受け取ったのだから元通りに戻す必要があります民法121条の2第1項これも見ておきましょうか121条の21個無効な行為無効な契約に基づく債務の履行として給付を受けた者は 例えば無効な売買契約で150万円を受け取っちゃった人は相手方を現状に服させる義務を150万円返して元通りにしなければならないってことを書いた条文がこの民法121条の2項ですつまり B は無効な契約に基づいて150万円を受け取ったのだから元通りに戻す必要がある逆に言うと A は B に150万円の返還を請求できるあ ここまでいくとクライアントの希望を達成できました。で、これかなりくどく説明してます。実際の論文ではこの程度で書きます。A は B にだまされて売買契約を締結したので A は当該売買契約を取り消し B に対して150万円の返還を請求できる。でも、ここの米印見てください。実際の論文では書く事柄がたくさんあるのでこの程度の記述しかしません。でも、短く書ける前提として 先ほどのようににに条文に即して丁寧に説明できることが必要です。で、今日いろんなことをやりましたけどまず条文の要件と効果で考えるクライアントの生の声を考えるそしてクライアントの生の声を実現するためには一つの条文では足りないことがあるから複数の条文を組み合わせて考えるそして条文に即してまずは丁寧に説明を考える丁寧に説明ができるようになったら論文では 短く書くこの動画ね1回では理解できない方もいらっしゃるかもしれませんもう1回見てください非常に重要ですこの民法の基本的な考え方をね少しずつ身につけていくと論文も書けるようになるし担当も解けるようになります是非、えー、この動画を参考にして、えー、問題演習に取り組んでくださいあるいはインプットに取り組んでください、えー、それでは民法学習のポイント1これにて終了いたしますご清聴ありがとうございました